プロレスリング世界ヘビー級選手権試合タイトルマッチルールについてご説明させていただきます。まず試合時間は60分一本勝負とし、通常と異なりましてフリーダウン、フリーロープエスケープといたします。またフルタイム戦って決着がつかなかった場合、判定は行わず引き分けとなり、チャンピオンのタイトル防衛となります。その他につきましては UWF 公式ルールにのっとって行われます。ここで本日の認定者をご紹介いたします。元統一世界ヘビー級チャンピオン、不滅の鉄人ミスタールーテイズ。本日の認定者でありますルーテイズ氏より、ファンの皆様にメッセージがございます。Thank you very much, ladies and gentlemen. Standing in this ring reminds me of 36 years ago when I wrestled Ricky Dozan at Corricum Baseball Stadium. Very much like this. Tonight, we will witness a contest between Nobuhiko Tokada, the undisputed heavyweight wrestling champion, against Super Vader, the WCW World Champion. This is indeed a historical match that will determine who is the undisputed wrestling champion of our world. Pro Wrestling, UWFI Pro Wrestling, is the most sophisticated combat sport of all. I will strive with all my might to perpetuate the nobility of one undisputed pro wrestling champion. I will do that as long as I live. And thank you very much for your attention. Now, 私がこうしてベースボールスタジアムのリング上に立っていると、36年前、現在高田が保持している統一世界ベルトをかけ、後楽園球場のリングで力道山と初めて戦ったことを思い出します。今夜チャンピオン高田信彦と WCW 世界ヘビー級チャンピオンのスーパーベイダーが、かつて私が力道山と争ったそのベルトをかけてこのベースボールスタジアムで戦うということに非常に感慨深いものがあります。以前に何度も申し上げましたように、このベルトは高田個人に譲ったものでも、 UWF インターナショナルに寄贈したものでも一切ありません。世界チャンピオンとはあくまでプロレス界の最強最高権威の象徴であり、個人あるいは団体が興行利益のために管理するものではないはずだからです。プロレスとは最高の力と技を持つ最強の格闘技です。よってそのチャンピオンは文字通り世界最強の男でなければなりません。今夜統一世界チャンピオンである高田と WCW 世界ヘビー級チャンピオンであるベーダーによる最強者同士の2人がシールを決するということは、プロレス史に大きく刻まれる一戦であるとともに、いずれが勝つにせよ、今夜ファンの皆様とともに史上最強の男を目撃できることであり、この場に立ち会えたことをこの上ない喜びと感じるものであります。最後に、今後この統一ベルトがたとえ誰の腰に巻かれ、どこの団体に行こうとも、私は認定者として真の世界チャンピオンを命ある限り見続けていく覚悟でございます。ありがとうございました。本日のメインイベント、プロレスリング世界ヘビー級選手権を行います。青コーナーより挑戦者 WCW 世
世界ヘビー級チャンピオン、スーパーベイダー選手の入場です。アメリカ国歌の吹奏。
ました小崎さん。続きまして認定制限proclamation please to announce tonight. I'm here to see a wrestling contest. We are here to see a wrestling contest between Super Vader and Nobuhiko Takada for the undisputed heavyweight wrestling championship of the world. My original 90-year-old undisputed championship belt is at stake. May the best man emerge as the one and only true wrestling champion of the world. Thank you for your kind attention.続きましてチャンピオンベルトの返還でございます。Thank you.
Ah!
Give up. And open up. That's good. Break. Break. No match. I'm right.
勝利者様、勝利者様、週刊プロレス様、週刊ロック様、ファンキーバナナチャンネル様より勝利を飾られた高田選手に勝利者賞が贈られます。勝利者様、今、早く。
今の上田に関しては。
ございませ。繰り返しお客様をお呼び出しいたします。吉田公園の吉田こっち。いやまだお前全部あの荷物は。ありがとうございます。なかなか入れず、たくさんの方が聞こえたんだけど、そこに足はあるんだけど、近く遠かったね。だからがむしゃらな、その瞬間回転一辺倒だったけど、そういうところでは、最新のあれがなかったのかもしれない。もう手に取った時にはもう完全に伸びてたから。だけど、引っ張っても、こう参ったの反応があんまりなかったんで、ちょっと、もうしかチャンスがないと思ったからね。ただこういい音がしたんで、筋が伸びたか脱臼したかもしてないですね。僕はもうだって参ったっていう声聞かなきゃもう話せないから。大丈夫か？大丈夫か？おい頑張れ。あの防戦ではあったっていうのは実感なんですけども、防戦しながらも、まあ、自分なりにいろいろ考えてっていうか、その瞬間瞬間を見つめながらね、試合をできました。まあ、それも紙一重で、それがいいとこ一発入っちゃえば試合はそれで終わりなんだけど、やっぱりこれだけの入ってる人の前で、自分はやっぱ負けたくなかったんで、なんとか、まあ、勝ててよかったなというところが心配です。はい、どうもおめでとうございます。おめでとうございます。誰がビール飲んだら、あの高橋アメトン来たな。あとで写真で誰だったか見てやろう。どうもだし、おめでとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。